島さん、このまま坑道に入って逃げましょう。中は入り組んでいて、出入り口もいくつかあるんです。僕が作った偽物の入れ墨人品、鶴見さんに必ず届けて、よしよしペロペロしてもらうんだ。鶴見さん、不死身の杉本、やつも入れ墨人品の噂を嗅ぎつけてきやがったのか。奴らを逃がしたらまずいぞ。偽物の入れ墨人品がばらまかれたら大変なことになる。山の反対側に逃げましょう。